おはモーニー。これはとある日に妹がやってきた一日の記録です。気持ちよく酒飲んで昼寝していたのを妹と借家に妨害されています。爪が背中に刺さって地味に痛い、ささくれのようなチクッとした痛みに襲われる。踏み台になり下がる飼い主、猫じゃらしに夢中だが、飼い主、踏みつぶしてますよ。何してるんですか？授業受けてんだよ。授業？どう考えても授業じゃないじゃん。授業受けながらこっちもやってるんだよ。カメラ奥の学生の真の姿を見せつけられている。腹が減っては戦ができぬと騒いでいるので、何の戦なのかはわからないが、敗戦の陣まで追い込まれろと祈りながらピザを調達してまいりました。雨の中取りに行った甲斐があり、1枚無料の恩恵を享受しました。じゃーん。サムネ用の動画を撮っていたら、小学1年生みたいなちょっかいを妹に出されました。きっとこのピザの味も小学生の味がするのでしょう。まずアルコール度数に対しアルコール偏差値低めなストゼロを飲んで胃の準備運動をします。乾杯。旨辛チキンっぽい鶏の破片を頼みました。徹底的に手を汚したくない意志の表れ。ガブリ。おいしい。手を汚さずに食べるのはダクソ並みに難しいが、美味しさが桁違い。チキンとレモンの相性は2人はプリキュアの渚とほのかを超える。ストゼロは恋する乙女のビタミン剤だもん。刻み身にチーズを入れる追加オーダーを今回はしてみたので、カロリーはただごとではない。チーズにニンニクに肉って組み合わせはもう大罪だ。ピザ愛について淡々と言霊を飛ばしていたサブちゃんで語った、あの坂村が大好きなパイナップルが乗ったトロピカルピザ。コメント欄でね、週末に入るオーダー数が圧倒的にトロピカルピザは少ないで有名だよって教えてもらいました。なのでマイノリティピッツァを愛する会次期代表としてトロピカルを押していきます。何？なんとか緑芋と芋。最後はお箸諦めて素手で食べました。原始的に生きていこうか。え、妹こんなにもう食べたの？うん、やば。一人で？うん。ガチで妹の食欲が凄まじい件について。風呂場を開けたらお鮭さんが水浴びしてました。鮭がお風呂から出てきたんだけど。このまま飛び出てあいつお布団の上を歩くから足跡がやばいって。ビッチョンコキャット。にゃー。さっきにカリカリの中にね、こうクリーミーなペーストみたいなものが入っている新しいおやつもどきを買ってあげました。普通に人間の私が見ても美味しそうに見えてしまうんですが、これは私の感覚がおかしいだけでしょうか。スリスリ飯くれる時だけ甘えるタイムです。食いつき方がいつもの倍すごい。お願いだからカリカリと一緒に食べてほしい。グルメキャット。実食。どうしても気になりすぎて食べてみることにしました。クリーミーっていうほどクリーミーじゃなくない？そうね。キャットフードを食べるネオ無職一般女性。妹の服がよく見るとチャオズだったの草。グッバイテンさんと妹にしがみつくチャオズ。つまり妹はナッパってことでオッケーですか？汚っ。5本指ソックスですか、今の令和の大学生。ですね。マジ最悪なんだけど。最近プレ2の塊魂にハマって夜通しかからずクリアしました。スイッチのね、塊魂ももちろん持ってて、新しいシリーズが出たらほんと泣いて喜ぶのにって感じです。私もこの世で塊魂転がして、嫌なことや嫌なもの全部巻き込んで星屑にしたい。妨害の復讐をしてみました。姉妹に振り回されるキャット。遊び疲れたのかボール見たくなって寝てました。今からお腹を空かせた妹のために手短ご飯作ります。夜食をこれから振る舞おうと思います。高速で納豆と卵をかき混ぜて、火をつけてオリーブを流す。流し込みます。納豆スクランブルエッグの完成です。さらにこの上にチーズを乗せてレンチン。上からマヨをかけたら完成です。
大好物が詰まった禁断の夜食、チーズがヨヨーンと伸びて愛おしい。匂いはくっさ美味しいんだって。これは納豆チーズみたいな。美味しいってこと？つまりそのまま納豆食べたいわ。うん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 もらった誰か、うん、結局自分で食べてんじゃん。そのまま食べたいです。よくね、美味しいのに。最後に鮭と戯れて寝ようと思います。このキャットタワーが縄張りなのか、私が触ると凝るんですよ。あ、イライラしてる、イライラしてるぞ。これ私のね、ソファーでも同じことやってくるので、ソファーでうたた寝しているとね、襲われるんですよ。獣注意報出てます。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。なんかたまたま妹が私が寝ているのを撮っていたので、そこからじゃあ動画にしようと思ってちょっと一日を撮ってみました。せっかく夜食作ってあげたのに全然食わないので、ちょっと激おこぷんぷん丸侍です。ほんじゃ、バイバイ。